とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新ですけど、また30回か。長い。もうそんな長くなくていいのよ。でもまあまあ。うん。傭兵最後まで使っていけそうな性能はしてるね。OK。まあ、めんどくさいボスはやめてください。それだけでいい。うん、ちょっと待って。結構、強力な敵出てくるぞ。OK。おー、なんか、多いね。本当に多い。なんだこれ。いや、前回もそうだったけども、序盤難しすぎん？うん。これ慣れてない人、絶対やられるよ、これ。うん。これ囲まれないようにやっていかないと。一回からなかなかだね。まあまあ、これパワーシェイカーですよ。パワーシェイカー、はいはい。で、霊気を入れたいけども、まあまあ、とりあえずまず最初は、ちょっと様子を見ましょう。ちょっと様子見して、なんかね、いい武器出たらそれに振りたいからね。ナイス。いや、多いな、多いぞ本当に。おお、まあまあ、パワーシェイカーがあれば全然よい。おい、いや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 、最初からね、アーティファクトが揃いすぎる。まあ、30回だけども、楽勝かもしれない。もう危ねえ。ビーパー来るね。多めのところか？いや、そうでもなさそうね。終わりじゃない？ここ。オッケーオッケー。クリーパー出るけども、速攻で終わるっていう、まあまあ、なかなか、良心的なところだね。いらない。ちょっと、ヘビークロスボウ怪しいけども。まあ、行きましょう。オッケー。ここも多いの、もしや。多いのやめてほしいんだよな。いや、多くていいのよ。多くていいけど。あぶっ。もうちょっとこうまとめて出てきて、めんどくさいから倒すのが。よし。おー、ちょい。まあまあまあ、それなりってところ。4回クリア、次。おーい！装備が揃いすぎる。いや、もう、アーティファクトもうほぼ完成じゃん。おぉ。完成してますやん。なるほどね。OK。でも、パワーシェイカーはまあそのうちね、使えんくなるから、なんか違うやつにしないとね。楽勝かも今回。いや、あんまりいい怒りじゃない。あー、バジーネスト悩むな。いや、まだこのパワーシェイカー使えるからね。このままでいきます。んで、もうポイント8溜まってて、できれば何かに振ってあげたいんだけどね。ちょっともうちょっとだけ様子見をしたい。おいおい、 OK。 おお、結構矢筒出るね。いい感じだよ。
これで終わりか。いや、まだだな。ナイス、6回クリア。意外とサクサク進んでる。まあ、1回が時間かかったけど。おっと、ここでも釣り竿ってなかなか装備揃っちゃうね。ここでもエンチャント入れよう。ああ、こんな感じでいいかな。ちょっとその火力をガシガシ上げていこう。よいしょ、よいしょ、オッケー。お、いいね、一発3000はなかなか強い。やば、よし、オーケー。はい、そろそろボス。あー、いや、うんうんうん、いいや。ちょっと待ってよ。ば、うん、いやー、いや、段数ちょっともったいないからハープーンでまず我慢しよう。まずはちょっとハープーンからやっていきたいと思います。なんで、いや、いいね、いいわ、まだいいです。 OK、 霊気を入れるか。ハープーンにね、なんかちょっとエンチャント入れようかなとも思ったけども、まあいいや、 まだちょっとステイで。終わり？もうチビが結構多かったからやりやすかった。あー、コグ、あー強いね。あ、これはコグだわ。ならハープーンは取らなくてよかったってわけね。よいしょ、 OK、 ウィッシュ、ウィッシュ、オッケー。特に問題はなさそうかな。おい、勝て勝て、しゃ、硬いよ。終わり？よし、球体終了で商人？あ、だね。プレートでいきます。うん、まあユニークだったらいいし、金細工か、まあこっちかな。でユニークを防具につけてあげればいいか。さあ、なんでしょう。雪玉を入れとこうかな。うん、耐久力は抜群です。あっ、よいしょ、完璧。なんか固まってちょっとよくわからんかったけど、まあいいでしょう。いらんね。できればクールダウンもね、良さそうだけど、いいかな。 OK、まあ、耐久力をメインに、まあ、初見なのでこれでいきます。うん、なんかやたらね、火力高いやつとかが多いシーズンだから、どうしても耐久力が必要になるんで、これでいきましょう。 OK、 むちゃくちゃ強いそりゃそうか、エイリ3が入ってるからね。エイリ3入ってる、星オル、あ、星オルじゃない、クレイモアなんで、そりゃ強いよ。いらんね。で、今13回、あ、じゃあ12回か、あ、13回か。
オッケー。あ、いや、もう完璧じゃないこれ。意外と出るな。オッケー。いいね。パワーシェイカーがめちゃくちゃ役に立った。しゃあ。おいおい。ちょっと HP 回復の手段が欲しいっちゃ欲しいけどね。まあなくても全然大丈夫ね。うん、ポーションでこと足りる。危な。うん、雪玉もあるし問題はないっすね。おい、ちょっとあれ、なかなかやね。ちょっと思わず回復をどうでもいいところで使ってしまった。まあまあ大丈夫、生き残ってればそれでいいさ。でまたドラは別変えなくていいもんな。いいです、そのまま行きまーす。オッケー。いや、この武器も間違いない本当に。おいおいおい、すげえな。ここ下手な装備だったらやられるぞ。うん、ここ下手な装備できたら絶対やられる。いやいや、なかなかの場所だ。うん、あの数のロイヤルガードはなかなか厳しいぞ。終わり？はい、14回終了。今回怒り2個目だ。でも大して使えるやつじゃない。あー、もうパワーシェイカーがさほぼ使えないんで。あ、ミスったミスった。カバンと変えよう。の方がおそらく使えると思う。うん、職人でパワーシェイカーを上げなきゃね。 OK、 よっしゃ、いいね。出らん出てくれ。よっしゃ、ナイス。いい場所。んで、あぶねえあぶねえ。ここでおしまい。はい、15回終了。あー、で雷の杖か。まあボス次第というとこですよね。あースノーアーマーいいな。変えとけ。うん、変えときなさいよ。とりあえずこんなもんで。ちょっとね、カバンとかあるんでクールダウン欲しい。にしても出らんねえ。にしてもだよ、ほんと。よし。おい、今回やっぱ全体的にさ、敵が多い。今回は。危ねえ、危ねえ、なんかめちゃくちゃ減ってる。でも大丈夫さ。ちょっと待って。よっしゃ、危ねえ。いやいや、ようやくパワーポーション出てきてくれた。オッケー、むちゃくちゃ強い。うん、カバン、まあ運だけど当たりだねこれは。ちょっと待て、
カバンの方がいいよね。カバンのまんまいきます。うん、まあまあ運だけどもパワーポーションとかね、影が出てくれると相当強いんで、こっちでいきます。うん、まあ確かにキノコいいよ、キノコいい。囲まれた時とかにすごい役に立つんですけども、まあ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 、アーティファクトに影もあるし、ドラもあるし、なんとかの出ないな、なんとかなるでしょう。オッケー。意外と多いな、ほんと多いね。ちょっとでパワーポーションが出らん、なぜ。もうちょっとサービスしてくれてよくないか。出らん、なぜだ。あぶね、意外と敵の火力がある。あ、変えよっか。コカインでいきます。虚無がついてるんでね。あー、ちょっと待って、ちょっと待って、まあいいか。虚無3にはできない。うん、もしかしたらボスで虚無が必要になるかもしれないんだよね。でね、相変わらず出ないな、相変わらず出ねえよ。痛い痛い。ちょいちょいちょい、よし、オーケー。あっ、危ない危ない。よし、オッケー、やっと出た。オッケー、ようやくです。パワーポーション出てしまえばもうこっちのもんよ。むちゃくちゃ強いから。で商人ね。あー、まあいいか。で、ここユニーク？パワー？どっち？あ、ユニーク。あ、ならばもう星寄りに変えましょう。はいはい。いや、さっきのところでね、乱射を取って、ハープクロスボウになるんだったらそっちでもいいよね。ハープクロスボウだったらちょっと魅力的だな。オッケー。まあまあまあ、いろいろと試してみましょう。行くぞ。よし。うわ、ちょっと待って、ちょっと待って、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 待って。反射ダメージ半端ない。そんな減る？半端じゃなかったんですけど。やっぱ、ちょっと、影化は注意だね。これ2発目を当てちゃうと、結構まずいかもしんない。いや、これまずい、これまずい、マジで、マジで痛い。ちょっと、いや、あ、ギリギリ生き残った。俺、絶対やられたと思ったぞ、今の。いや、多分これ、HP1 よ。HP1。よう生き残ってくれたね。あ、もうユニークないから、もう、盗っ人はしない方がいい。OK、わあ、なんか微妙だった。あぶね。でもまあ一応倒してはいたから、もしもその相打ちだったとしても、もうボスは倒さなくてよかったね。うん、あぶね。まずホールに入っていくだけで OK でした。よっしゃ、
あぶねあぶねあぶね。ここ結構来るよ。ここ来るよ。おっしゃ。でも大丈夫。てか強すぎ。火力高すぎねえか。まあそれはそうか。パワーポーションでぶん殴ればそりゃそんぐらい出るよね。あー、ライのメダル欲しいけども、まあ道中は楽勝だと考えてこのまんま行きます。うん、 OK。 おーい、そっち出るな。よし、やっぱねこのパワーポーションの火力はむちゃくちゃ魅力的。あ、ちょっと待って、クールダウン3入れよ。こっち、うん、あ、別入れんでいいか。うん、まああとあと残るようならば追い打ち入れていいけどね。バカ、もうもうちょっと取ろうと無茶したじゃん絶対取ってやるってもう無茶しちゃった。しちゃダメなことや。あぶねあぶねよしよしよし、 OK。 ダメよ、いくら欲しいからって言ってもね、あそこで突っ込んじゃダメですね。 OK。 まだ青終わったね。はい、いらんね。で、またここですか。 OK。 もうこれ弓で全然いけるもんね、パワーポーション取ると。 OK。 あ、もう、え、防具もうあんま HP ない。ちょっと HP 少ないか。まあ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 しょうがないね。オッケー。あぶねえあぶねえ。おっしゃ、いいよいいよ。あとは弓でぼちぼちいけばいけるでしょう。ほらほら、あぶねえ、落ちそうだった落ちてたら絶対やられてた。で、また怒り。あー、いや、火炎でいいよ。いい、いらん、いらん。で、爆発にしようか。ね。もう、もう、もう、段数そんなに気にすることないと思うんで、もう変えていきましょう。虚無さんで。ね。行くぞ。あー、でも、105発か。意外と考えてるかなっていうね。 OK。 よっしゃ、おい、パワーポーションをね、この落とさないように取っていきましょう。おいって、いや、い、意外と今シーズンむずい、意外となんか難しい気がしてきた。うい、落ちろ。うん、意外と今シーズンこれやるよ、もしかしたら。 OK。 おい、危ねえな、これ結構ガシガシ弓打っていかんと危ないかも今回。よし、終わり。難易度意外と高いね今シーズンさ。あ、またキノコいらん。さっきもう取ってないならもう取りません。うん、
で持って、いやー、保険のためのね、影のブリューをちょっと各地に出しておきたいんだ。いざとなったらそれ取ってね、無敵になってしまえばだいぶ安心なんで。 OK、 いいね、よし、いいよ。うん、やっぱこれキノコよりもこっちの方が安定するかな。よし、結構難易度も高そうだし、保険を出していった方がなんか安心感があるね。 OK、 いい感じじゃないですか。上にいる？いや、いるね、いるね。 OK、 OK、 行くぞ。あ、無理か。うわ、めちゃくちゃいるじゃん。よし、終わりっすね。危な。でもって、あー、いや、もこっちの方が強えな。でも棒、エンチャント良くないけど、サプライズギフトあるからこっちにするか。エンチャント良くないよ、良くないけども、まあ火力上がるし HP も上がるんで、まあ最後まで使っていけるんで大丈夫だね。 OK、 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 いいんじゃないですか。でもってパワーポーションが見てる間にできるだけ倒したい。いや、あんまりいないあんまりいなかったわ。よし、 OK、 いくぞ。もうソウルはマックス。いいね、いいね。あと上に 2,3 体。いや、意外といる。よっしゃ、矢は出ない。お、いや、いらんかな。まあ持っていくか。うん、ああ、俺僕何もエンチャ入れてなかったわ。こんなもんでしょう。ああ、ラッシュ意外と面白いもんね。あっ、ミスった、ミスったかも。テンポセフトの方が良かったかな。なんか27回難しい気がする。気のせい、なんかここ難しいような気がするな。 OKOK、 まあ極力こういう感じでいけるところは行こう。おお、そっちにもいる。よし、いや、まだいんの。あ、もう終わりか。いや、いるいるいる、意外といた。もういるなよ。いや、いるんだな、これが。よし、 OK、 終わり。よし、どうだ。いや、まだかい。なんか隠れてるやつがいる。どこっすか。あ、なんだ、隠れてない。終了。
んねえ。いらん。はい、次28で、で29が商人でボスね。はいはい、OK。いいっすよ。で、ボスは、弱なレースはやめてくれよ。もうめんどいから。なんか無敵がないやつにして。おいしそう、何それ、何それ、何それ。こんなんありなの。ほんと。ちょっと、あぶねえ。いや、それ、それ、ずるくないか。今、絶対。影の無理を出たでしょ。ちょっと待って、で、いないね、雑魚いないね。オッケー、打ち漏らしなし。あ、あ、あいつ。マジか、あいつ下に落ちやがった。ということは、これ下にもう一回戻らないといけないんだな。ちょっと待って、俺も落ちれない、落ちれないのかこれ。ちょっと早く来て。どこ？あ、いたいた。もうこういうのがあるからね、嫌なんすよ。もうなんだこの高さだからさ、もう終わってよくない？ HP 半分残るとかちょっともういいのよ。あ、地雷、うーん、いや、いらん。地雷火力2万あったけども、まあ多分使わないだろうからいいでしょう。で、星夜を上げまして、で、もうちょっとフルエンチャしてからボスに挑みましょう。 OK。 もうずっとテンペスト出てたからね。もうテンペストいらんよ。追い打ちと、こっちも追い打ち入れといて、こんなもんか。はい、まあまあ最終的な装備はこんな感じです。 OK。ちょっと待って待って待って。オッケー。そう注意することもないね。で、おそらく今一発目当てたけども、二発目を影化して当てればワンパンだろうね。おおお、リフレッシュさん。ということは、いや、村人特攻さんか。なんなん。あー、まあこれがちょっと珍しいんで取っときましょうかね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。